スタートしました。揃いました16頭。外でメテオロロジスト好スタートを切っていますが、内からは2番のアイファーソング、そして5番のティアモブリーオも譲りません。ムチが入って花を奪う勢いを上がっていきます。あとは7番のレッドクラディア、3番手になりました。メテオロロジスト4番手の外目、差がなくインコースに1番サンライズモール、あとは5番名称エバモア、そして9番スタッドジェルラン、外に11番タガノロックオンで今1コーナーのカーブ、前2頭が後続を引き離して、今ここで6番のティアモブリーを花に立ってリード2馬身です。飛ばしていきました。2番手に控える2番のアイファーソング。ややここで流れが落ち着いて、これから第2コーナー。あとは4馬身、5馬身と開いて3番手集団。7番のレッドクラウディア。直後に16番メテオロロジスト。あとは1番サンライズモール。5番の名称エバモア。さらに外に11番タガノロックオンです。あとは9番スタッドジェルラン。後方から8番ゴールスキーが先段目指して動いていきました。連れて10番フサイチセブンも上がっていきます。あとは4番グラッツィア。インコースには3番チョイアルグランパです。4番手集団固まりました。その後は2馬身差、12番成田スプリング、外に13番ボレアス、あとは14番スエズが追走をして、2馬身半ぐらい開いて15番のインバルコが最後方です。3コーナーのカーブに入って2番のアイファーソング、ここで先頭に変わってリードは1馬身ぐらいです。あとは8番ゴールスキー、あとは4番のグラッツィア、2頭が前に先頭に迫って3頭広がって400の標識を通過。あとは10番のフサイセブンも迫っていきました。第4コーナーのカーブ直線コースに向いて、今度は8番ゴールスキーか、あと4番グラッチア、両馬並んでいます。あとは10番フサイセブンが3番と一戦、外から9番のスタッドジェルダンも迫ってきました。追い込んでくる。さらには13番のボレアスも追い込んでくる。あとは7番レッドクラディア、前はゴールスキー、そしてグラッチア、あとはスタッドジェルダン迫ってくる。さらには13番ボレアス追い込んでくるが、8番のゴールスキーか並んでゴールイン。ゴールスキー、そして9番スタッドジェルラン、最後はこの2頭でしょうか。